今回はテキストを簡単に炎でメラメラ燃やすやり方を紹介します。ビデオコパイロットの無料プラグインのセイバーをメインに使っていきます。セイバーの細かいパラメーターの調整についてはこちらの動画で紹介していますので、必要な方は概要欄からジャンプしてみてください。では早速やっていきましょう。まず何でもいいのでテキストを用意してください。コントロールプラス Y で平面を追加して名前はセイバーとします。エフェクトからセイバーを適用します。パラメーターのカスタマイズコアからコアタイプをテキストレイヤーにして、用意したテキストレイヤーを指定します。プリセットをメテオに変更します。再生します。このプリセットがイメージに一番近いのでこっから編集していきます。光が強いのでグローインテンシティを36に弱めます。グローバイアスを 0.27 にします。再生します。それでは簡単にインのアニメーションを作ります。エンドオフセットを0フレで 0%、 2秒で 100% にします。アニメーションの影響を 90% にして動きに緩急をつけます。グローインテンシティを0フレで 0%、 10フレームで 300%、17フレームで 36% にします。10フレの光が強くなる部分は F9 で Easy Ease をかけておきます。再生します。もうすでに炎としてはリアルですが、ここからセイバーで作成した炎のクオリティを上げていきたいと思います。このままでは文字の視認性が悪すぎるので、コアソフトネスを20にしてコアをぼかして消してしまいます。再生します。これでこのレイヤーは炎のみのレイヤーにして、文字のコアは別のレイヤーで作ります。この平面をコピーして、名前を上の平面をファイヤーとして、下の平面をコアとしておきます。コアを編集していきます。ファイヤーの方は一旦非表示にします。このレイヤーはコアのみにして文字部分にするので、先ほどぼかしたコアソフトネスを0に戻してコア部分を復活します。逆に炎部分はいらないので、グローセッティングのサイズを3にして、グロー1と2のインテンシティを0にします。グローとコアのディストーションを両方0にします。スプレッドを 0.5、 バイアスを 0.5、 コアサイズで太さを3にします。ハローインテンシティを400、ハローサイズを120にします。アニメーションの数値を編集します。グローインテンシティの10フレの部分は36にして、17フレームでは36のまま、1秒20フレームで 7% にします。スタートサイズを1秒のところで 0%、 2秒のところで 100% にします。再生します。これでコア部分のレイヤーができました。上のファイヤーのレイヤーを表示させ、描画モードをスクリーンにします。では炎のクオリティを上げていきます。ファイヤーのレイヤーにエフェクトを追加していきます。ディストーションからタービュレントディスプレイス、量を20、サイズを30にします。この変形を上にスライドしたいので、エクスプレッションで秒速300ピクセル上にスライドします。エクスプレッションが苦手な人は上にスライドするように手動でキーフレームを打ってください。 Y の値にマイナスタイム ×300、 展開にもエクスプレッションタイム ×500 と入力して、秒速500度のアニメーションをつけます。ではディストーションのありなしで見比べてみましょう。どのような効果を加えたか分かりにくいので、このようなグリッドを用意して、そこに同じ効果を追加します。再生します。さらにこのエフェクトをコピーして、大きな歪みもここに追加していきましょう。コピーしたタービュレントディスプレイスの量を40、サイズに80を入力。グリッドで適用した効果を見てみましょう。タービュレント1と2を合わせた効果がこちらです。ディストーションのありなしで見比べてみましょう。
エフェクトのブラからベクターブラーを追加します。ベクターブラーでこのように炎をつまむような変形ができます。炎の表現の味付けとして使えます。ここでは4にします。エフェクトからトーンカーブでシャドウ部分を締めます。赤を少し上げてシャドウ部分の緑を下げます。炎がかなりリアルになってきました。それでは調整レイヤーを追加して全体にエフェクトをかけていきます。アンシャープマスクで量200の半径3にします。見比べてみましょう。そして炎による揺らぎを表現します。エフェクトからディスプレイスメントマップ、揺らぎのためのマップを作ります。平面を作成してエフェクトのノイズからフラクタルノイズを適用します。タービュレント滑らかにして明るさをマイナス20、スケールを300、上にスライドさせたいので乱気流のオフセットにエクスプレッションで Y の値にマイナスタイムかける800、秒速800ピクセル上にスライドさせ、展開にもタイムかける1200を入力します。再生します。こんな感じで良いでしょう。コントロールプラスシフトプラス C でプリコンポーズして名前をノイズとします。調整レイヤーで今のノイズレイヤーを指定して、先ほど作ったノイズマップの白黒情報で変形させたいので輝度に変えます。見比べてみましょう。揺らぎが追加されました。コアの光が足りないので複製してファイヤーのレイヤーの上から重ねます。少し強すぎるので不透明度 50% にします。再生します。いい感じですね。これで完成とします。このように炎などのエフェクトを作成するときは一つのエフェクトで完結することはほとんどありません。今回は無料で使えるエフェクトを組み合わせて炎のクオリティを上げる方法を紹介しました。セイバーはプリセットそのままでもクオリティが高いですが、そのままだといかにもセイバーを使ったという見た目になってしまうので、今回のように他のエフェクトを使用することでエフェクトは複雑になりオリジナルの表現ができます。皆さんもいろいろなエフェクトを試して自分のイメージする炎に近づけてみてください。今回はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。